被害者意識てんこ盛りで学問の自由が侵されたと印象操作。立憲民主党、辻元清美議員がここぞとばかり、日本学術会議は世界のアカデミーの一つです。政府の下請け機関ではありませんと叫んだ。枝野代表は気に入らないものを排除する。多数だから何をやってもいいというのは間違った民主主義だ。福山幹事長は無理やり。排除は法解釈を変えたことになると政治問題に持ち込もうとする。共産党も学問の自由を侵害したことを責め立てる。盛りかけ桜に代わるご馳走が来たってはしゃぐ。そして日頃から保守政権を非難しなければ飯の食い上げになると、狼来るぞ叫びを繰り返すテレビコメンテーターや自称精神科女医。進歩的映画監督とやらが学術会議の本質に迫ることなく菅政権の判断をなじりまくっている。マスコミは、社会全体が萎縮しかねない特技を指すのが使命だと書き立てたい。日本学術会議の建前は特別なイデオロギー色を持たない、純粋な学者たちから構成される機関ということになっているが、現実にはイデオロギー色を強く持ったグループが大きな影響力を持ち、その推薦によって新メンバーが選ばれる仕組みになっている。保守的な考えを持ちながら、学会での左派によるいじめなどのせいで、自由に発言できなかった方も多いとの事実がいくつもある。ここでは政府から国家公務員特別職の身分と資金が保障されている日本学術会議こそ、既得権益、前例踏襲、規制保護の主級派の集合体だと申し上げる。それに対抗する菅義偉首相は果敢な革新政治を実現しようとしているのだ。日本を停滞させ、反日の近隣国と連携し、権力にいじめられるとの自虐意識に縛られたいオールドリベラル学者陣という腐ったリンゴが、学術会議にすくかなからずいることが分かった。その彼らが推薦した通りに任命しないと学問の自由が守られないと脅すのだ。学問の自由を侵害されたというのなら、手弁当でおやりなさい。必ず心ある国民は支援する。それによって斬新な学術、学問を擁護する世界が出来上がる。いいことずくめだと思う。お聞きいただき感謝申し上げます。